えと前回何を話したのかっていうとですね、スタイルを使うんだよと。そのスタイルは何のために使うんですかって言ったら、ワードにですね、情報の階層構造を教えてやるためだよと。説明的になりますが、書いておきましょう。スタイルは何のために使うんでしたっけと。日本語が聞いてない。 もう一回ちょっと共有しますね。はい。えっ、ー、と、情報の階層構造っていうのは何のために、えー、やるのかそ、それをどうやってワードに伝えるのかって言ったら、スタイルで、えー、情報の構造をワードに教えるわけですね。でこのスタイルっていうのを先週、えー、紹介したわけですよ。前回ね。で、その代表的な スタイルに何があるのかって言ったら、えー、表題、副題、見出し位置、本文とありますよという話をしましたね。で、これを、えー、情報の階層構造というんだよと。例えば、一番上が日本という、えー、のからスタートしてたら、次の都道府県にあたる滋賀県というのは、その下の階層に位置するでしょと、えー。草津市はさらにその下、草津市の中にある大学である立命館はさらにその下というふうにですね。 このように情報というのは階段状に構築していくことが、表すことができるという話をしたんでした。はい。今日はこの、ここからの続きでいきますね。はい、じゃあこの続きからいきましょう。じゃあ、今ですね、あの本を何か書くと、本を書きましょうということを想定したときにですね、じゃあ、表題。こういう名前の本を書こう。えっ、ー、と <laughs>、 えー、立命館大学の、えー、まあ歴史みたいなんですね。はい。えー、じゃあ次副大、副題。副題は、えー、っと、えー、まあちょっと <laughs>、難しいな立命館大学のえと、ー、はみたいな本にしましょうか。はい。ほんで 全学部の歴史というのが副やとつまりこの本は立命館大学という大学について説明する本ですよ、えー、そして、まあ、説明の仕方はいろいろあるわけですよねスポーツから説明スポーツの、あのー、クラブから説明するやり方もあれば、えー、いろんな研究の成果から説明するやり方もあればいろんな説明の仕方があるけれどもこの本は特に、えー、立命館に今何個あるんでしたっけ1 5 6個あるんでしたっけ えー、ある学部のですね歴史に焦点を当てた本だよと。はいいいですかそういう本を今から書きますよと。はい、じゃあ、え全学部の歴史で <laughs>、次の見出し位置ですね。見出しの位置っていうのは、じゃあ生命科学部について。で同じく、じゃあ薬学部の歴史も当然ですね、えー、話さないといけませんから、書かないといけませんから、 薬学部について,ってのもああり得ますすよね。ね。当然あるわけで,す、ね、でこの、えー、生命科学部についてと薬学部については同じ見出しの位置という同じ情報の階層に位置するということが分かりますか、えー、どちらもですね学部としては、まあ、あの学部の大きさとかはね名前とかは違うわけですけども立命館のという大学の中の学部としては単位としては同じ階層にあるわけですよね。 なので、同じ階層の見出し位置を使うよと。じゃ、これ、小に分け、小、ここいうのをですね、あの特に日本語ではですね、小、えー、立てって言いますね。小立て。つまり、第1章、第2章なんかのことを小立て、小と言います。その下のことをですね、節というんですね。 でさらにその下のことをこうと言ったりもします。それぞれ英語で言うと、チャプター、セクション。で、こうについてはですね、あのまあ、いろんな言い方があって、これはまあアイテムとも言ったりも、セクションと言ったりもするわけですけど、まあ、チャプターとセクション。と,とりあえずこういう階層構造になっていると。えー、んで、今ですね、この生命科学部について、薬学部についてっていう見出しの位置をじゃあ、章にしましょう。 1> 第1章、生命科学部について。第2章、薬学部について。ここに当たるわけですね。わかるよね。じゃあ、その下に説をつけよう。説は見出しの2です。えー、第1章の第1説。つまり、1の1ってことですね。じゃあ、これは、えっ、ー、と、応用。 科学、えー、応用科学科について。東の2は1-2生命生物工学科について。東の2は1-3生命情報学科について。 えー、ラストは、生命科学部は4つの学科がありますので、の4は、えー、生命科学科について。医薬学部はどうなるでしょうかね。薬学部の二2つの、えー、学科がありますね。薬学科について。ちょっと、丁寧にやってますが、創薬、 科学についてできた、えー、これがとりあえずは僕が、僕たちが今から作ろうとしている本のですね、表題、副題、見出しの1、見出しの2。見出しの1と2がそれぞれ、章、チャプターと節、セクションに対応しているという。こうですね、チャプターとセクションにそれぞれが対応しています。さあ一応忘れんように書いておきましょうか。 見出しの1が対応してますよ。小は見出しの1、節は見出しの2が対応してますよ。いいですかね。じゃあ、これを <laughs>、えー、ワードに再現していきたいと思います。これをワードに再現していきましょう。まあ、コピペしてですね、えー。コピペして全部持っていきましょうか。えっ、ー、とですね。 でこれを再現していくわけですね。先週勉強しました、えー、スタイル、右側に出てますね。それぞれ当てはめていきます。表題は立命館大学とは。副題は、えー、全学部の歴史。見出しの1が生命科学部について。見出しの2がそれぞれ、これはこの,このようにあの複数行をい一気に選んでですね、指定することもできます。 えー、薬学部についてっていうのは見出しの1で。はい。はい、できました。これも削っておきましょうか。<laughs> でも、この見出しの1とか見出しの2っていうのはですね、さすがに鬱陶しいので、もう削っていきますね。はい、えー、今。 表題と副題と、それから見出しの1と2を使って、章の名前と節の名前をそれぞれ2セット作ったわけですね。章と節が1セット。章と節が1セット。2章分、えー、2セット作りましたよと。<laughs> 表題と副題というのを消しておきましょうか。はい、いいですかね。ここまでいいですかついてこれてますかね。 えー、それでは、これにそれぞれ、まあ、本文がいるわけですね。まあ、本文をくっつけていきましょう。<laughs> まあ本文は、スタイル本文っていうのが先週あるよっていう話しましたね。でも、標準では出てこないんですね。えー、なので、すべてのスタイルにしたら、まあ、出てくると。<laughs> 下の方にあった、本文。はい で、えー、まあ、こういう時にですね、なんか、あのサンプルと言いますか、あのう嘘で、フェイクのですね、なんか <laughs>、テキストを入れていかなきゃいけないわけですよね。その時に、まあ、ああ、ああってこうやるのもいいですけど、もう知っといたらいいですわ、えー。こういう時便利なのが、ワードには実は関数っていう機能があるんですよ、一応。ちょっと大きくしますね。あ、間違えた。えー、と、ワードの関数機能、えー、ひこうですね。ちょっと大きくします。 これ全部半角でやってます。半角のランダムのランド <laughs>。えー、ほんで、関数で表す、えー、あることを表すですね。このか丸カッコ始まり、丸カッコ閉じってやると、エンターを押したらこのようにですね、まあランダムというか適当なテキストが <laughs>、えー、ザズバババッと入るという。これ覚えといたら便利ですね。はい、じゃあこれそれぞれの <laughs>。 え説、ー、の中にですね、イコール、ランド、カッコ始まり、カッコ閉じ。どんどん入れていきましょう。本文にして、カッコ、ランド。はい、はい、えー、それではですね、今日ここまでは、まあ、はっきり先週の復習ですよね。先週までの復習であると。今日は一体何をですね、お勉強したいのかと言いますと、<laughs> ちょっと版書に戻りましょうか。えー、それじゃあ、ちょっと版書に戻りますね。今、何をしたのかっつったら、何回もこすりますが、これを作ったわけですね。表題、副題、見出しの一、本文と。ね。各スタイルに分けて、この情報を、えー、当てはめていったんですね。立命館大学とは全学部の歴史、生命科学部について、どうのこうのと。ちょっと消しますね。はい。 ここまで、えー、いいですかで、この構造、<laughs> この文章の構造がこれですよね。この構造のことを、まあ、先から何回も構造構造と言ってるんですけれども、別の言い方をすれば、この、えー、文章の、えー、構造のことを別の言葉ではアウトラインと言えます。アウトライン。アウトライン。 これは日本語にするとですね、まあ、輪郭とも言われますね。輪郭。つまり、ある情報のがどういう形を持っているのかということを表しているわけですね。アウトラインと言います。えー、じゃあ、ワードに戻ってまいりました。<laughs> はい、えー。この文章のこのアウトラインっていうのは、表題があって、副題があって、見出しの1があって、見出しの2があるということですね。で、実はワードにはですね、この アウトラインのレベルで、アウトラインの形でですね、編集をするモードっていうのがついてます。これが非常に便利であって、<laughs> 視覚的にもわかりやすいんですね。それどこにあるのかって言ったら、ちょっと、えっと、Windows のワードと見た目がちょっと違うかもしれませんが、おそらく同じような場所にありますわ。このウィンドウの右下のあたり、あるいは左下かもしれませんけど、に、アウトラインというボタンがあると思います。これを押します。 普段はですね、普段はというか、あのー、標準ではこの印刷レイアウトっていうモードなんですよ。そうそう、編集のモードですね、モード。これ、印刷レイアウトモードっていうのがあのデフォルト、えー、標準です。印刷レイアウトですから、要するにそのプリンターでですね紙に出力したときにどう見えるのかっていうのが標準のモードですね。 その横にですね、アウトラインというモード、別のモードがあるわけですよ。で、このアウトラインっていうのはご覧ください、えー。情報の階層構造がそのまま再現されているわけですね。ちょっと大きさを、表示の大きさを大きくしますね。どうでしょうか。ちゃんと見出しの1があって、その下に見出しの2があって、その見出しの2の中に含まれている本文っていうのがその下に、えー、階段状になっているわけですね。 分かったかなで、このアウトラインモード、超便利です。めちゃめちゃ便利です。なんでか。例えば、これ、プラスマークってあるじゃないですか。あの1、1の1応用化け学科についてのですね、左側にこれ、プラスマークってありますね。で、これ、ダブルクリックするとですね、マイナスマークにあならへんわ。ごめんなさい。<laughs> え、まあ、プラスマークになると。 これプラスマークになるっていうのはどういうことかって言ったら <laughs>、その下に階層構造が繋がってるよって意味なんですけど、これダブルクリックするとこのよう,いう風にですね、階層構造の内側に入ってるものを畳んで、おまとめできるんですよ。整理。すげえ見やすくなりましたね。はい。で、これできたら何が便利なのかっていうとですね、こういうことができるんですね。例えば、 生命科学部についての、えー、今から、まあまあ、あの歴史の話をこう書いたわけですよね。で、応用化学科、生物工学科、生命情報学科、生命科学科、よし、書けたーと、4学科文書いたぞーと。そしたら言われた。ちょっとね、これあの、すみませんけど、生物工学科を最初に持ってきてもらえませんと 一番頭は生物工学科にしてもらえませんかと言われたときに、さあどうするってことですね、えー。アウトラインモードだと、このアウトラインレベルで、えー、編集がめちゃくちゃ簡単にできるんですね。じゃあどうやってやるんでしょうか。で、生物工学科を最初に持ってきてと言われたときに、えー、大変印刷レイアウトモードに戻しますね。えー、大変こんなにいっぱい書いたのにどうしよう。 一番最初は応用化け学科の話をしてたのに、生物工学科を最初に持ってきてって言われたこれや、ここやん。結構量あるやん。大変。まあでもいっか、しゃあない。よいしょ、よいしょ、よいしょ。えー、こっから、ここまでだよね。えー、っと、カットして、ペーストするか。そんなことやりますか超めんどくさくないですか これ今、1ページちょっとだけまたいでるから、ね、こんなことできるんですよ。これ超長かったらどうしますもっと長い。もっと長い。生物工学科の話が実はめちゃめちゃ長く続く。どんどんランド関数でですね、えー、適当なテキスト増やしてますけど。 めっちゃ長い。はい。めっちゃ長くなりました。生物工学科の話がめっちゃ長い。どうしますこうやってやるえっと、どこやどこが終わんのほんまにわからへん。めっちゃ長いぞ。え、ここ,こまでやったっけえっと、カット。はい。間違えましたね。えっと、1の2のカットだけでよかったのに、1の3までざっくりいってしまいました。あ、間違えた。これがヒューマンエラーってやつですよ。戻しました。 なので、こんなことしたらあかんってことです。いいですか印刷レイアウトモードでアウトラインの構造を変えるようなことはしてはいけない。ここはあくまで見た目を調整するモードですからね。こんなところで論文とか書籍とか文書全体の情報の構造の入れ替えなんかやってはいかんってことです。そんなことをするためのモードじゃないんです。全体の構造を いじるためのモードがこのアウトラインモードです。えー、ちょっと1の2。移動しなければいけない生物工学科。うわ、めっちゃ伸びてますね。僕がさっき適当にランダム関数でテキスト増やしたので。めっちゃ長い。でも、プラスマークを押したら、おまとめできますね。めっちゃ短い。じゃあ、このアウトラインモードの何がいいのか。えー、と、言いますと、 ここですね。左上のあたりにメニューがございますね。上へ移動、下へ移動、展開、折りたたみと。この展開っていうのはダブルクリックした状態と同じです、ね。で、マイナスボタンを押したらこのように、えーえー、と縮むといいますかあの、おまとめできるわけですね。大事なのはこの左から2つのボタンですね。上へ下へってやつですよ。やってみましょう。 生物工学科を頭に持ってくるんでしょ ?1 の1の1場所に持ってくるんでしょ上を押したら一気に全てが移動します。これでおしまいです。いちいちコピペとかですね、あのー、値分量でカットとかしなくてもいいんですね。あ、さらにリクエストきた。あ、さらにリクエストきた。生命医科学科を最初に持ってきてくださいと。あ、リクエスト来ましたね。はい、じゃあ持ってきましょう。ポンポンポン。はい、終わりですね。 えー、生物工学科はごめんなさい、一番最後でお願いします。はい、分かりました。ボンボンはい終わりですねえ次は生命情報学科を頭に持ってきてください。<laughs> ボンボンはい、終わりですねあ。薬学部についてもリクエストが来た。創薬をえ一番最初に持ってきてください。はい、終わりですね。あ、歴史が変わった。立命館の歴史が大きく変わりました。なんと、<laughs> アマゾンが来たといます。 いやもう前回は、えー、前回は大いっ子からの、えー、着信があり今回はアマゾンが来てしまいました大変申し訳ございませんもう,もうすぐちょっとピンポンってなると思いますけどはい立命の歴史が変わった何が変わったえっ、ー、とじゃあ応用化け学科がなんと薬学部の中に入ることになった、まあ、そんなことはないと思いますけどま、まあ、仮にあったとしたらですよこいつをドンドン はい、持ってったら終わり、はい。薬学部の中に応用化学学科が入りましたと。ここで操作しただけですね。これがアウトラインモードの便利な使い方です。はい、応用化学科、ちょっと戻ってもらいましょう。<laughs> はい、わかりましたアウトラインモード。えー、っていうのは、こういうふうにですね、文書の全体の構造をいじるときには、えーあ、ごめんなさいねちょ、ちょっと受け取ってきますね。はい、はいすみませんね。 えー、というのがアウトラインモードのまずはご紹介でした。分かったかななので、文書の構造とかをですねいじるときにですよ、もうここでやらない、こんなことしない、えー、っと、よいしょ、よいしょー、みたいなですね、もうこの、何あの、マウスの移動のカーソル選択でですね、やらない。もうめちゃくちゃこういうの間違いが起こりやすい、ミスが起こりやすいですから、やっちゃダメ、ダメですね。えー、っと、アウトラインモードを使おうねと。 だから、アウトラインモードを使えばですよ、チャプターの入れ替えすら簡単ですね。えっと、薬学部と生命科学部を入れ替えてください。説明の順番。はい。あと、えっと、こいつをまず畳んで、こいつ全体を移動するわけですから、ちょっと畳んでですね、見やすいように、こうして、はい、ドン、終わりですね。はい、移動できました。はい、移動できました。わかった アウトラインモードが便利だっていうのはお分かりいただけたと思います。だけど、さっきからですね、アウトラインモードでこちょこちょいじってましたけど、あの、明らかにそこを見て見ぬふりしたらあかんやろうっていうところがありましたよね。何か。僕、最後の最後何したかっつったら、生命科学部と薬学部のですね、順番をひっくり返してましたね。最初はこうやったのが はい、アウトラインモードだったら、第1章生命科学部についてと、第2章薬学部について、この2つが簡単に入れ替わるんだよ。ほら、どーん、どうだいと。あの、確かにね、入れ替わりましたね。でも、明らかにおかしいやろと。見て見ぬふりしとるやないかと。何かっつったら、ここですね。第1章、第2章っていう、この数字、この数字をさっきからずっと僕は無視してますね。 えっと、生命科学部の学科の順番入れ替えたときから気になっとったんやという人もいるかもしれません。えっと、応用科学科はいじゃあ入れ替えようドンはい簡単に入れ替わったよいやいや1の31の11の41の2ってもうバラバラやと説の番号がバラバラになってるじゃないですかこれをずっと見て見ぬふりしてきましたさすがにもうそろそろ限界ですね。えー、っと ここの数字もちゃんと変わってくれへんかったら便利、そんなに便利に思えないですよね。はい。ここです。ここが今日のまあ本丸ですね。えー、はい、じゃあ番書に戻りますね。えっと、今、アウトラインモードっていうのを使ってましたよね。<laughs> で、ここでですね、ワード用語として、あワードの用語としましてですね、 三つの用語を覚えてください。一つ目、箇条書き。えっ、ー、と、箇条書きっていうのは、ワードの世界における箇条書きっていうのは、えー、行と、つまり、その行の頭ですね。行の頭に、この、の印をつけて、情報、 情報を過剰書きに。どうしようかな。分かりやすいかな。はい。えっと、ワードの用語として、まず1つ目、過剰書きっていうのがあります。過剰書きっていうのは、行の頭にですね、このチョボなどの印をつけて、情報を列挙したもの。これを過剰書きと言います、えー。過剰書きモードっていうのがあります。それがどこにあるかといったら、ここですね、こいつ。これ、過剰書きです。 押しますデフォルトやと、この黒チョボが頭につきますね。ここに、リンゴゴリラ、ラッパと。これが、箇条書きです。行の頭に黒チョボなどの、これ、あの行頭記号といいますが、行頭記号がついて、 情報を列挙していくものですね。これ箇条書きです。次箇条書き今のでわかりましたね。次は段落番号。段落番号っていうのは行頭に連番。 連番ををつけて情報列挙したと、えっと、箇条書きは行頭にですね黒チョボなんかをつけて情報を列挙するものを箇条書きっていうんですが、段落番号っいうのは黒チョボの代わりに、えー、頭にですね1、2、3、4とか A、B、C、D とか I、U、E、O、I、ロー、ハ、2本のようにですね連番をつけて情報を列挙するものを段落番号と言います。 え段落番号は、先ほどお見せした箇条書きの右側にあります。段落番号。さっきのリンゴゴリララパ,パイナップルを段落番号に変えます。すると頭が1234に変わりましたね。これが段落番号です。情報の列挙の仕方、ワードにおける情報の列挙の仕方の3つ目。それが、ちょっとね、あのアウトラインと呼ばれる、さっきのアウトラインモードと、 言葉がかぶってしまうんですけど、アウトラインという、えー、やり方です。で、これ、アウトラインっていうと、あのー、なんうの,何の話、何のアウトラインの話をしてるのかややこしいので、あ僕、アウトライン番号と呼ばせてもらってます。アウトライン番号。これは、見出しなどに連番をつける。 連番をつけて、えー、アウトラインの構造を示すもの。これをアウトライン番号と言います。つまり、アウトラインモードにしますね。アウトラインモードにしたときに、僕がずっと手作業で書いてた、この第1章とか第2章とか、1の1。 1の21.21.3っていうようなですね、これ、説の番号。こういうのをアウトライン番号っていうわけです。分かったこのアウトライン番号と段落番号は違うものですからね、似てますけどね、頭に1、2、3ってつくので分かりやすく、なんか似てる感じしますけれども、アウトライン番号と段落番号は違います。<laughs> 段落番号ってのが、行頭にですね、連番がついてるだけの過剰書きに毛の生えたいなものですね。 過剰書きに毛の生えたようなものが段落番号。アウトライン番号はもう一段、機能が上位というか深いですね。なんでかっつったら、第1章、第2章のようにですね。あるいは、1の1、1の2、1の3のようにですね。 えー、情報としてそのアウトラインというものと連動した形でこの連番が積み重なっていくんですね増えていくわけですよで箇条書きとか段落番号っていうのは基本的にチョボのすぐ真下の開業でまた別のチョボが出てくる、えー、あるいは段落番号もそうですね1の項目で開業したらすぐに2が出てくるってやつですねでもアウトライン番号っていうのは開業してもすぐに 第2章がすぐバンってくるわけではないですよね。第1章があって、まあ、ある程度の長さの本文があって、で、説が続いて、あるいはこうが続いて、そして第2章がまた出てくると。だいぶ距離があるわけですね。この第1章が出てくるのと第2章が出てくるまでの間に、距離がかなりある。これはアウトラインと連動してるからできることである。それをアウトライン番号っていうんだよ。アウトライン番号っていうのは、見出しなどに連番をつけるよ。 ここを押さえていただきたいんですね。第2章薬学部についてとありますが、こいつの見出しって何やったんでしたっけ覚えてますか見出しの位置でしたね。見出しの位置でございました。なので、見出しの位置について、こいつにアウトライン番号を割り振ってやりたいので、えー、見出し位置をいじります。見出し位置のスタイルを変更するんですね。スタイル変更します。どーん。 <laughs> で、えー、スタイル、ここに出ているのは、あのー、ものすごいインスタントといいますか、えー、フォントの種類とか、フォントの大きさとかですね、パパッといじれるものはこの辺にまとまってくれてますが、スタイルの、えー、各設定のですね、あのー、細かいところは全部この、ここからいきますここです。 で、このアウトライン番号っていうのは、箇条書きと段落番号、点点点とありますが、<laughs> これ点点点って何かこう省略されてるような感じですけど、まあ、ここですね。ここに、ここでアウトライン番号も設定できるんですね。ほらほら。箇条書き、段落番号、これアウトラインってあるでしょこれです。こいつのことです。アウトライン。ボーン。お、ちょうどいい感じに第一章とかいうのがありますね。 でも、ここでは練習なので、えっと、ちょっと、自分でつく作っていきましょうか。これ1、これ押すでしょこれ1、1、1の1、1の1の1の1と増えていくよってことですが、ユーザー設定でやると、このアウトラインのレベルとですね、そのアウトラインのレベルに紐付けるスタイルとが一覧で選べます。つまり、アウトラインレベルの1っていうのは一番上の階層ってことです。つまり、チャプターのことですね。ここには、 レベル、ここレベル1ですここはどういう形で表しますか今は1とだけ出てます。ちょっとフォントを大きくしましょう、ね。分かりやすいようにね。サイズをでっかくしましょうか。はい。見え,見えやすいですね。1とダーンと出てますね。ここに大何章としたければ、こうすればいいんです。大ホニャララ章 そしたら、第1章になってくれましたね。あるいは英語やったら、チャプター1としたければ、以降は全部このアウトラインレベル1の2、えー、はチャプターとついてくれるわけですね。じゃあチャプターでいきましょうか。チャプターで。はい。ほんで、こいつは見出しの1を割り当てたいんですよね。このアウトラインレベル1には見出しの1を割り当てたい。 えー、今、この下,下矢印をしたらですね、細かい設定項目がさらに出てくるわけですね。いろ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 書かれてますが、本質的に重要なのはここです。こいつです。レベルと対応付ける見出しのスタイルは何番ですか見出しの位置ですね。OK!OK!、OK OK、ってすると、あ、めちゃくちゃちょっと、<laughs> 26ポイントにしちゃいましたから、あめちゃでかいですね。 はい、いいでしょう。何がええねんと、全然よくないじゃないですかあの。フォントのサイズが違いますよと。その通り違いますね。先週申し上げましたね。前回申し上げました。見た目なんて後です。見た目なんか最後の最後。えー、一番最後までどうでもいいんですよ。見た目のことなんて。ただ、これもいらないですね。第二章って。これ、僕が手作業であのマニュアルで人力でやってるやつですから、これいらないですね。削っておきましょう。 で、アウトラインモードに切り替えて、こいつもそうですね。生命科学部についての前も削っておきましょう。まあ、こっちで作業した方が僕は、あの、非常にしやすいんですけど、えー、ま、ちょっと一応、こっちで戻しておきましょう。はい、次。じゃあ次は何の仕事しましょう。見出し2ですね。見出しの2。こいつも変えましょう。 僕これも今まで手作業でね二の二とか一の一とか売ってましたからもう手作業かっこ悪いですねやめましょう箇条、えー、書きと段落番号でアウトラインにしてでさっきのチャプターってやつから、えー、ここの続きでいきましょうかでさっきのチャプターワンってのが残ってますねこれはさっき見出しの位置で指定したやつですね次は見出しの え2ですから、レベルが1つ下ですね。こいつでいいか。こいつもフォントちょっとでっかくしとこう。まあ、22ぐらいにしましょうか。でっかく目立たせましょう。ほい。そうしたら今、1の1ってなってくれてますよね。これはチャプター1のセクション1っていうことですけれども、まあ、ちょっとわかりやすいように。チャプター。 ワンのこんなこんなしつこい、えー、書き方は普通はしませんけどこう、こうですよね。チャプター1、セクション1と、こういうことですね。で、もしもこれいらんと、あのチャプター1の部分はくどいからいらないんだってなったなったらですね、消してもいいです。これでもいいですね。こうやって。これでこれ,これでも同じことです。消えます。はい。で、 あ、間違えた。えっ、ー、と、まあいいか、セクション1のこいつに見出しを振りましょう。見出しの2ですね。はい。はい。はい、すると、このように、えー、セクション1と。で、見出しの2のところが全部このように、えー、切り替わっていくはずですね。 はい、セクション3まで行ってますね、えー。アウトラインモードに戻しましょう。どうでしょうか。うん、きれい,きれいですね。で、さっきやったようにですよ。あ、これも削っときましょうね。僕が手作業で入れた、マニュアルで入れたセクション番号を削っときます。 で、このセクションをそれぞれ、えー、移動させましょう。生命医科学科、頭に持ってきてくださいよ。とはーい。生命医科学科が一番上ですね。はい、持ってきました。セクション1になってますね。えー、いや、違う。ごめんなさい。間違えました。生命医科,科,医科学科は最後でした。はい、わかりました。はい。生命医科学科はセクション4になってますね。つまり、もう手作業で変える必要ないってことですよ。勝手に。 番号が上がったり下がったりしてくれてます。で、えー、元に戻しましょう。生命科学部がすみませんでした。チャプター頭でした。はい,、はい。戻りました。ほい。できたどうでしょうか えー、これがですね、アウトラインと見出しの1、2ですね、アウトライン番号のレベル1、レベル2を割り当てたという、そういう例ですね。もう手作業でやることなんて必要ないですね。で見出しは最後あ、見た目は最後って言いましたね。じゃあちょっと見た目、さすがにね、さすがにちょっとこれ、不格好ですよね <laughs>。 えー、なので、ちょっと変えておきましょう。な、何してんやったっけえっと、ユーザー設定で。このチャプター1っていう字は、フォントサイズ忘れちゃいました。あ、26ポイントやったんですね。はい。わかりました。じゃあ、こいつも26にしてやってですね。これで、合う、合うはずですね。大きさが合うはずです。OK。 お合いましじゃあこいつは見出しの2ですね。でまあまあね、セクション1ってね、説明的に書いちゃいましたけどあ、うん、あんまりですね、あんまり書かないですよね、セクション1ってあんまり書かないし、やっぱすいませんあの、元に戻していいですかね、つまり、やっぱ第一章。 セクション1、1の1の書き方の方が僕は好きでした。ので、戻しましょう、えー。次のレベルの番号を含める。すみませんでした。上のチャプター1っていうのがレベル1ですから、そこの番号を含めます。えー、っと、ちょっと一回全部消そうの。は、ね、い、もう一回いきましょう。 とまずは、レベル1の番号を含めます。これはチャプターのことです。チャプター1が今、例示されてるだけです。なので、この後ろにドットを入れて、えー、ここの続きに、連番を入れていくと。で、フォントサイズは、22でしたか。ちょっとでかすぎるよね。20でいっか。20。OK。で、これで1の1になりましたね。 ん20やったっけ <laughs> も,うもうね、あるもう若年あるつっていうか、もうちょっと、健忘症ですね。あ、20ですね。なんか、オーテルっぽいですね。失礼しました。はい。で、きたーん。1の1。じゃあ、これでアウトラインモード見てみましょう。はい。きれいに。きれいですね。 すみません、間違えましたお。生命科学科が頭でした。はい、わかりました。喜んで、ドン、ドン、ドン。もう、ものすごく綺麗ですね。もう、ものすごく綺麗です。あ、これってことない消しておく。はい、すみませんあ。すみません、薬学科が頭でした。はい、喜んで、ドーン。えー、すみません、もうあの、生命と薬学の学部がもう全部くっついちゃいました。<laughs> 学科全部生命と約統合です。はい、わかりました。はい、どーんはい、どーんということもできるわけですね。すいません、今のデマでした。はい、わかりました。もうわかったあの何が言いたいか。わかってもらいましたかねつまり、ちゃんとスタイルで見出しの1と見出しの2っていうのを階層構造を意識して分けといてですよ。 それぞれにアウトライン番号をちゃんと振れば、余裕でこんなことができるということです。なので、もういちいちですね、入れ替えなきゃ、うんしょ、うんしょ、うんしょみたいな、こんなもうドラッグ何ドラッグで選択して、カットして、もう貼り付けてみたいな、これをしなくていいえというか、それをやってる人が非常に多いので、それはワードの使い方としておかしいということです。 ちゃんとアウトラインモードっていうのを使いましょうと。というのが、えー、今回の、えーまあ、メインとなるお話だったわけでございますね。えーまあ、そうは言うても見出しあの、見た目は最後でってあんた言うけど、明らかにも見た目おかしいやると、これ。寄りすぎですよね、これ。ちょっと寄りすぎ。なので、えっと、ここからですね、スタイル変更してもいいんですけど、まあ、はっきり言ってね、ちょっとね、僕もこれは気持ちはわかる。 あ、間違えた。あのー、やりたくないんやと、こんなん何、何も、ちょっともうい、いっぱい情報ありすぎて、多いと、ようわからん。なんや、これ、いっぱいあるやんと、分かります。僕もそう思います。なので、やっぱりここで直感的にビジュアルでやった方が分かりやすいですよね。じゃあ、やりましょう。実は、ここからもできます。スタイルの見た目の変更って。えっと、じゃあ、これね。 またまあ、この辺ですよね。この辺ですよね。うん、で、ちょっと離れすぎこんなもんかな、うんうん。で、えー、っと、じゃあ、こいつちょっと斜めにしたいな。いや、編みかけでもええな。よし、編みかけにしようか。うん、うんんこうしよう、こうしよう。よし、できた 良くなった。アウトラインモードにします。あれ変わってない。他のところ、他の見出しの人が全然変わってくれてない。嘘つき。これやからワード嫌い。えっとですね、今作業が途中なんですよ。作業が途中のままです。確かにこの1-1生命医科学科についての部分は変わりましたよね。見た目変わりましたよ。 確かに変わりました。でも他のところ変わってくれてないですね、全然。全然変わってないですね。なんででしょうかどうしたらよかったんでしょうか実は、はい、よし、これでいいよっとなったらですね、この見出しの2のこいつがお手本というか、こいつを他にも全部適用したいんですよね。他の見出しにも全部これでいきたい。そういう場合は、ここを選んで、あ、失礼。えー、っと。よいしょと。この スタイルの適用のですね、えー、ウィン、ペインの右側選んで、選択箇所と一致するように更新するって押すんですよ。そしたら選択箇所、つまり、こいつですね、この編みがけした、えー、生命科学科について、これと同じ見た目が他の見出しの2にも全部一気に適用されると。選択箇所と一致するように更新する。どンん。変わったでしょうかはい、変わってますね。 いいですかなので、まとめますと、スタイルの変更の仕方って2通りあるんですよ。1つ目は、ここから変更する。スタイルの変更、これですね、スタイルの変更ウィンドウから、えー、プロパティを全部いじる。ただ、ちょっとこれは慣れてへん人には、僕はもう正直、これが一番やりやすいんですけど、ちょっと直感的じゃないよね、ビジュアルじゃないよね。で、ビジュアルでいきたい人は、ここでビジュアルで変更しちゃう。 まあそういう場合は、この、えー、と印刷レイアウトモードが分かりやすいですね。よし、ビジュアルでいこう。文字は赤で攻めるぞ。しかも、しかも、しかも、フォントも変えちゃえ。フォントは、なんか太いやつにするぞ。でっかくするぞ。架線も引くぞ。よし、これでいこう。今、いろいろやりましたよね。えー、今、いろいろやりましたけど、これをですね、さっきの,あのプロパティ、 ここからやろうと思ったら結構大変なんですね <laughs> あ。失礼。あの、スタイルの変更ウィンドウからやろうと思うと、これ、ここからやろうと思うと結構大変です。めんどくさいです。で、ビジュアルじゃないじゃないですか。なので、よし、これで行きますって決めたら、こいつを全部に適用すると。これが一番簡単なやり方ですね。ビジュアルで直感的にできる。あぜむかい。わ、ね、かったかな えー、というわけで、今日の勉強したことをまとめておきましょう、はい。今日勉強したことは、1つ目、ワードにはアウトラインモードというのがあるよと。印刷レイアウトモードに対して、えー、文章全体の構造を一覧化して、そしてその構造をいじるときに役立つアウトラインモードというのがありますよと。まずこれが1つ目ね。で2つ目は、アウトラインモードのこのチャプター1とか、 チャプター1、セクション1みたいな、こういう数字、これらはアウトライン番号と呼ばれるよと。そしてこのアウトライン番号っていうのは、見出しの1とか見出しの2という、見出しの階層構造にそれぞれ結びついて、えーまあ、増やしたり減ったりすることができるんだよと。で、最後の最後。えっ、ー、と、スタイル、えー、見出しの、スタイルの見た目っていうのは、二通りの変え方があるよと。 スタイルの変更ウィンドウからやるやり方と、1個何かお手本、サンプルを作って、そいつを全部に適用させるというやり方、2通りあるよと。はい、以上がですね、えー、第2回目の内容ということになります。お分かりいただけましたでしょうか。